フェイト、ステイナイト、フェイト、ステイナイト、フェイト、ステイナイトは2004年1月30日にタイプムーンから発売されたコンピューターゲームで、ジャンルは電気活撃ビジュアルノベル。稼働プラットフォームは当初はパソコンのみのアダルトゲームであったが、レーティング12歳以上推奨に改定した上に、新エピソードを加えたレイルタヌアとして家庭用テレビゲーム機に移植さ。 スマートフォンなど各種にわたって展開している。スマートフォンでは一部のゲームパート、ルートが無料プレイ化されているスマートフォンアプリの節を参照。本作品は、それまで同人サークルとして活躍していたタイプ、ムーンの商業デビュー作品である。また、タイプムーンによる他の作品、月姫や空の境界などと同一世界での出来事を扱っていることでも知られている。 これらの作品の間には、ストーリーの直接的な関係はなく、それぞれの作品は、単独で、内容を理解することができるものの、共通の設定を背景に描かれており、クロスオーバーする部分も存在している。その子は、原作者である、ナスキノコが、魔界転生を模倣して、中学生時代にノートに書き連ねていた、真の12秒作品であり、大学生時代に、 それ形にしようよと仲間が声をかけて制作が開された。また開発当時スタッフ間で仮面ライダー隆起が流行していたことも本作の内容に大きく影響した。後年発売されたファンディスクも合わせた販売類型は約40万本に及びアダルトゲームの実販売数が集計されるようになってからは2011年時点で 最高の売り上げを誇っている。そのヒットの影響は小さくはなく、本作発売当時は、コミックマーケットをはじめとする導入誌、即売会において、島と呼ばれる、ジャンルの一角を担うに至った。また普段アダルトゲームをプレイしない層にも、名前くらいは聞いたことがある人もいる程度の知名度は、獲得した。インターネット上では、熱狂的なファンの手により、フェイトは、文学というコピーも流行した。 物語の途中の選択肢によって生まれる状況の際によりストーリーが計算ルートに分岐する方式が取られている工日、2006年1月から同年6月までフェイトルートを基本にした全24話のテレビアニメが放送された。また2010年1月23日に劇場版アニメアンリミテッドブレードワークスが公開された。2014年秋に プロジェクトフェイト、ステイナイトが始動、フェイト、ステイナイトを参照。それに基づいた新たなプロジェクトチームにより、2014年10月より、分割にクールのテレビアニメとし、アンリミテッドブレードワークスが放送された。2014年7月27日には、劇場版アニメとして、ヘブン・エスフィールの小形式での制作も発表され、 1> 第1章が2017年10月14日より公開、第2章が2019年1月12日に公開予定である。テレビアニメ第一作の放送開始に合わせて、月刊少年エースにて、西脇だったによるフェイトを基本にした漫画版の連載が開始され、2012年12月号まで連載された。また2015年6月号より、ヤングエースで、 ヘブン・エス・フィールの漫画版が連載されている。ゲーム形式で販売された作品に限定して記載する。その他の関連作品については外伝作品を参照。物語の途中の選択肢によって生まれる状況の際により、ストーリーが計算ルートに分岐する方式が取られており、すべてのルートですべてのサーヴァントの役回りが異なる壮大なビジュアルノベルとっている。 また、分岐できるようになる選択肢が現れる条件から、プレイ可能なシナリオの順番は固定されており、隠された真相が、後のルートで明かされるという相互補完的な要素が盛り込まれいるのも、大きな特徴である、ヘブン・エス・フィールシナリオの長大化の原因ともなった。標準的な攻略時間は60時間にも及ぶ。エンディング45のうち、バッドエンドや、 デッドエンドが40という多さも印である。構想段階ではサンルートではなく、ライダールートやキャスタールートなど、もっと多くの分岐が考えられていたという。ところが、開発時間の不足と攻略時間の軽減のために、削られていき、物語上必須であったイリアルートまでが削除された。結果、イリアルートの一部は、桜ルートに統合されることになった。本編で、 デッドエンドやバッドエンドを迎えた時に登場するヘンテコヒントコーナー。全40回。回をこなすごとにタイガースタンプに記録されていく。道義を着たタイガこと藤村タイガと体操着を着たブルマこと弟子1号、イリアスフィールホンアインツベルンが活躍するが、ポンチェで描かれたヘタレセーバーやタバコらしものを加えたヤサグレリンなど、 本編の他のキャラクターも回によってはデフォルメやモザイクがかかった状態で登場する。ただし、リズとクローザクラだけはそのままの姿で登場している。基本的にメタフィクション的な視点で進行するが、本編でどのようなエンディングを迎えたかによってタイガー道場でのキャラクターたちも微妙に変化する。一応、グッドエンドやトゥルーエンドへのヒントを語っているが、回によっては キャラ同士の掛け合いに終始するだけでヒントになっていないこともある。タイガースタンプ10個につきミニ劇場が一つずつ解放され、隣で眠っている虎の絵が活発化していくギミックになっており、全40回と本編のエンディングをすべて見ると、タイガーとイリアの放映像を見ることができる。日本のとある地方都市、冬季市に数十年に一度現れるとされる持ち主の あらゆる願いを叶える、聖杯。七人の魔術師、マスターは七期の使い魔、サーヴァントと契約し、聖杯をめぐる構想、聖杯戦争に臨む。聖杯を手にできるのはただ一組、ゆえに、彼らは最後の一組となるまで互いに殺し合う。エンサカリンは、前回の聖杯戦争で命を落とした父の意志を継ぎ、聖杯戦争に挑もうとしていた。 リンは、サーバントの召喚を万全の状態で行おうとした、ものの、家の時計がずれていたことを忘れていたために、サーバントは別の部屋に召喚されてしまい、その部屋へ駆けつけるとそこには、瓦礫の上にふんぞり返る男がいた。彼は、リンのサーバントであるにもかかわらず、リンの言うことを聞かずに挑発する態度を取ったため、豪を煮やしたリンは、霊衆を使って言うことを聞かせるという暴挙に出てしまう。 その効果は薄かったものの、彼はリンを認め自身のクラスは、アーチャーだと答える。その後、学校に結界が貼られていることに気づき、学生のいない夜間に調査を開始するが、そこに敵のサーバントランサーの妨害が入り戦うこととなる。アーチャーは、弓ではなく双剣で対抗し緊迫した雰囲気になるが、この戦いを学生に目撃されたことにより、 ランサーが口封じのためにその学生を殺害する。これにより、この戦いは、流れランサーに殺害された学生をリンが確認すると、その学生は、リンの顔見知り、永久死郎だった。リンは、死郎にできる限りの蘇生を施してその場を後にするが、ランサーが見逃すはずはないだろうと死郎の家に向かうも、そこで新たに現れたサーバントに奇襲されたアーチャーが、倒れ、見えない武器を突き立てられる。 そのサーバントは小柄な金髪の少女で、リンが真に望んでいたサーバントセーバーだった。シローは10年前、1994年に起きた冬季大災害の生き残りで、半人前の魔術師として暮らしていた。高校生になっていたシローは、ある日、夜の学校で偶然にも、アーチャーとランサーによるサーバン戦を目撃したことから、ランサーに殺されてしまう。しかし、 直後にリンによって、蘇生の魔術を施され、自宅へ帰っていたが、自宅へやってきたランサーに驚き庭にある倉へ、逃げ込むも、ランサーに追い詰められる。その時、倉の床に描かれていた、魔法人によって、偶然にもサワバンとの一人セーバーが召喚され、四郎自身も、聖杯戦争に巻き込まれることとなる。亡き養父エーグルキれ、次ぐのような、正義の味方になりたいと願う死老は、 無関係な一般人の犠牲者を増やさないために、聖杯戦争に参加することを自発的に決意する。シローとセーバーは、様々な強敵たちと対抗するため、リンやアーチャーと共同戦線を張ることとなる。激闘の末、セーバーは、約束された、勝利の剣、エクスカリバーを使用して、間キリ新人のサーバとであるライダーを撃破。エクスカリバーを使ったことで、セーバーのマナは、アルトリア、 アーサー王であることが明らかとなり、王の剪定の剣を抜いた時から成長が止まり、少女の身のまま男性として振る舞ってきたことが語られる。その後、イリアス・フィール・フォン・アインツベルンの城にて、シロたちは最強の敵、バーサーカーと対峙する。一度はアーチャーを失うという敗北を喫するも、雪辱戦ではシロが、セイバーの失われた剪定の剣、勝利すべき黄金の剣、 カリバーンを投影して、バーサーカーを倒す。サーバントを失ったマスターイリアスフィールは、守る宮廷で保護され、アーチャーを失ったリンも引き続き、シローに協力することになる。だが、間もなく、存在しないはずの8人目のサーバントギルガメッシュが、現れ、その圧倒的な力でキャスターを撃破するという事件が、発生する。シローは、単身。 八人目のサーバントというイレギュラーについて、監督役のゲンミネキレイに聞き出そうとするが、そのゲ法こそがギルガメッシュのマスターであり、また残るランサーもコトホーが、他のマスターから略奪したサーバントであったことが判明する。コトホーはシローを聖杯戦争の勝者と認め、聖杯をシローに与えるといい、聖杯の力であれば10年前の最悪もなかったことにできるだろうと語りかける。 しかし、シローは、起きたことはやり直せないし、そんなことはしてはならないと言い,い、それを聞いたセーバーも、王の剪定をやり直すという自身の願いを改める。しかし、聖杯は、万能の逆きなどではなく、呪われた力の渦に過ぎないことが元宝の口から、明らかとなる。間もなく、窮地に陥るシローとセーバーだったが、ランサーの命を賭した足止めによって、難を逃れる。直後、 原宝は、守る宮廷を襲撃して、聖杯の器であるイリアスフィールを誘拐し、自らが聖杯を召喚しようと企てる。シロは、聖杯の破壊をセイバーに提案し、セイバーはシロに同意する。そして、シロは、自身に埋め込まれていた、エクスカリバーの鞘や、すべて陶器理想郷、アバロンをセイバーに変換。すべて陶器理想郷は、ギルガメッシュの、 天地カイリス海脈の星、エヌマ・エリシュの一撃をも防ぎ、セイバーはギルガメッシュを倒し、またシロウも、すべて陶器理総合を投影し因縁の敵で、アゲンホーを倒す。シロウは、最後の霊主によって、セイバーに、聖杯の破壊を命じ、イリアスフィールを救出する。そしてセイバーは、シロウに、愛の告白をして、彼の前から姿を消す。聖杯戦争によって起きた被害は、 教会から派遣された新しい神父によって元の形を取り戻した。シローはリンからセーバーが消えてもっと落ち込んでいるかと思ったと問われるが未練なんてきっとない。いつか記憶が薄れてもセーバーが好きだったことはずっと覚えてるといい日常へ戻る。セーバーもまた過去に戻りベディビエールにエクスカリバーを湖に投げ入れるように命じ、剣が 湖の乙女に変換されたことを聞き届けた、後静かに安らかな眠りにつく。右与曲折の末、林やアーチャーと同盟を結ぶことになったシロとセイバーだったが、シロはアーチャーと反りが合わず、アーチャーからも理想を抱いて出来ししろとまで告げられる。それでも、シロはなぜかアーチャーの刀や剣技に惹かれていくのだった。冬騎士内で魔力を集めるために暗躍するキャスターは、 ロウを柳同子に呼びき出して自分と手を組むよう迫るが、ロウは乗り込んできたアーチャーとセーバーに救われる。その際、柳同子の三門の死後に当たっていたアサシンは、実はキャスターの参加にあったことが判明する。さらに、ロウとリンは学校に貼られた結界の対応に当たるが、結局結界は発動し、その後の戦闘の中で結界を貼っていたライダーが、 何者かに敗れて脱落する。キャスターのマスターは、実は、リンの担任教諭、桂木宗総一郎であり、ライダーを倒したのは、彼だった。キャスターの策略により、セーバーとシローとの契約は断たれ、セーバーの霊主はキャスターに奪われてしまう。サーバントを失った、シローだったが、なおも単身で、聖杯戦争を続行する。続いてアーチャーが離反して、キャスターに組みし、 孤立したリンは、シロウと行動を共にして、打開策を練る。同盟相手を模索して、アインツベルンのシローを訪れるが、そこで、シロウたちは、バーサーカーが、間切りンジ率いるギルガメッシュに敗れ、イリアスフィールも、心臓をえぐられて殺害されるという場面に遭遇する。途方に暮れる二人だったが、ランサーの協力を得たことで再びキャスターに挑む。 苦戦を強いられる死郎たちだったが、裏切ったアーチャーによって、キャスターと、カツラギは倒される。しかしアーチャーは、リンの元へは戻らず、死郎にその歯を向ける。そこで、アーチャーの目的が、死郎の殺害であるということが判明する。そこで、リンは救出されたセイバーと再契約して、危機を脱するが、アーチャーの宝具と言わしめる魔術、固有結界、無限の牽制。 アンリミテッドブレードワークスを見せつけられ、決闘を条件として、リンをさらわれてしまう。アインツベルンの城で、アーチャーの正体は未来において英雄になった永久死郎であること、またその末路を聞かされ、お前の理想は間違いだったと告げられるが、死郎はそれを否定し対決する。一方で拘束されていたリンはランサーによって救出されるが、ランサーはマスターである。 原法と相打ちになって果てる。未来の自分の姿であるアーチャーに、シローは苦戦し、またアーチャーは、シローの理想を、ええー、ぐう切れ、次の借り物に過ぎないと否定して、シローを追い詰めるものの、シローもまたその理想が間違いではないという真を貫く。その様を見たアーチャーは、かつての自分を思い出して、次第に手が止まり、最後はシローを認め敗北する。 そして集結の最中に突如として現れた、ギルガメッシュの攻撃からシロをかばい、お前がせと言い残してアーチャーは消える。柳同時にてギルガメッシュは、聖杯の器であるイリアス・フィールの心臓を信じに、埋め込んだ不完全な聖杯、アベンジャーを限界させる。シロとリンは、聖杯の元へ、セーバーは、ギルガメッシュの元へと二手に分かれて向かうが、シロたちの前に、ギルガメッシュが現れ、 セーバーはなおも三門を死後していたアサシンに阻まれる。インは真ジの救出へと走り、そしてシロウはギルガメッシュと対峙する。ギルガメッシュの圧倒的な力に劣勢を強いられるシロウであったが、アーチャーの固有結界である無限の牽制を自身の手でどうさせたことによって形勢を逆転させギルガメッシュを追い詰める。一方、インは消滅を免れていた。 アーチャーの援護もあり、聖杯の核となっていた、シンジの救出に成功し、アサシンを破ったセーバーの宝具によって、聖杯も破壊された。核を失った聖杯は、シロと交戦中だったギルガメッシュを新たな核として取り込もうとするが失敗し、ギルガメッシュを巻き込んで消滅する。そして、アーチャーはリンに、シロの工事を託し、満足しながら消滅する。その後、 日常に戻ったシロは、理想の自分と対峙したことを考え深く振り返り、理想を追い求める決意を固める。そして、アーチャーもまたかつての自分と対峙したことを抱きつつ、正義の味方になることを誓った切れ、次ぐとの思い出の光景を浮かべながら、それでも、俺は、間違えてなどいなかった、と口にし、自分を受け入れていくのだった。リンに同盟を提案されるがこれを拒否したシロと、 セーバーは、神徒で、一般人を襲っていたライダーと、そのマスターである、アイダキリ・シンジに勝利する。敗北のショックで勤んだシンジから守るため、シロウは、シンジの妹であるアイダキリ・ザクラを、守る宮邸にかくまうことを決める。その頃、桜クラたちの祖父である、魔術師、マキリゾウ・スズリによって、柳童子のアサシンを生贄にもう一人のアサシン、シン・アサシンが召喚される。 またキャスターやランサーは何者かの策略にはまり早々に脱落する。監督役であるゲンミネキレイからも警戒を促された、シロウはセイバーと共に夜の市内巡察を行う。そして、シロウやリンたちは深夜の市街地で謎の黒い影と遭遇する。なおも探索を続けていたシロウとセイバーだったが、セイバーがマーサシンに敗れ黒い影に取り込まれてしまう。 サーバントを失った、シローだったが、ライダーが、実は、桜のサーバントであったということ、そして桜とその命は、ゾウスズリの支柱にあるということを知らされる。冬季に被害をもたらすかもしれないという桜を、シローは守ると誓う。シローは、イリアスフィールを頼ろうとするが、そこで、シローは消滅したはずのセイバーが、バーサーカーを破る光景を目撃する。マーサシン。 そして黒い影を味方につけたセイバーは、シロウたちにも牙を、苦が、アーチャーの犠牲によって、シロウたちは、なんとか生還する。そして、そこで左腕を失ったシロウは、アーチャーの腕を移植することで名脈を保つ。エイミー家邸で安静にしていた桜であったが、その実聖杯の器として、すでに覚醒しており、黒い影を操る正体であったことが判明する。 ギルガメッシュをも取り込んで力を得てしまった桜は、兄、シンジを殺害してしまったことからついに正気を失ってしまう。真の聖杯の器であるイリアス・フィールを連行した桜とゾウスズリであったが、シロウはコトホーと協力してイリアス・フィールを奪還。そこで、シロウはセイバーと同じく黒い影に捕らわれたバーサーカーと退治し、 アーチャーの腕を解放することによって、限界以上の力を発揮する方法を自覚し、バーサーカーを撃破した。間切りゾウスズリは、聖杯として、膨大な魔力を得た桜に離反され、マーサシンも桜によって殺害される。桜を救いたいというライダーの協力を得たシローは、セーバーを激闘の末に倒す。また時を、同じくしてリンは桜に挑むが、 城から桜を殺すことができずに破れ、桜は罪の意識に苛まれる。そこへ現れた郎によって、桜はついに黒い影から解き放たれ、ゾウスズリも現れたイリアスフィールと退治し、この世への未練を捨て去り昇天する。大聖杯を破壊するために一人残った郎だったが、そこへアベンジャーの誕生を悲願とする元宝が現れる。 死郎はこと方と激闘を繰り広げ圧倒されるが、元宝もまたすでに限界を突破しており、その戦いの最中に生きたえる。死郎は、最後の力を振り絞って、大聖杯を破壊しようとするが、イリアスフィールがそれを制止し、その力を使い果たして大聖杯の軌道を収めた。死亡は肉体こそ死亡したが魂だけは生存し、第三魔法によってその魂を新たな体に移す。 ことに成功。これによって、第5次聖杯戦争はその幕を閉じた。この作品は、他のタイプムーン作品の多くと世界観を共有している。声の声は特筆しない限りテレビアニメ第1作、レイルタヌはテレビアニメ第2作のもので共通。相違する場合は特筆する。PC ゲーム版は、バーサーカーの方向を除きボイスは存在しない。共に、ディスイリュージョン。 2004年1月30日発売に、収録。フェイト、ステイナイト、レイルタヌア、フェイトステイナイトレアルタヌアは、18禁止なオと CG を削除した上で、新規、エピソード、レイルタヌアを追加し、新規 CG、演出、キャラクターボイスを追加した版、レイルタヌアの詳細は、攻略ルートを参照。レイルタヌアは、アイルランド語で、新しい星を意味する。 2007年に PS2 へステイナイトを移植する際に作られたのが初版。以降、ステイナイトを他機種へ移植する場合はすべてレイルタヌア版となっている。シナリオの削除による部分的な内容の変更が発生しているため、設定面で原作 PC 版とレイルタヌア版を区別する場合もある。プロジェクトフェイト、ステイナイトの企画の一つとして、 シリーズのすべての元となる、フェイト、ステイナイト、レイルタヌアを、スマートフォン、iOS& and アンドロイド向けの、ネイティブアプリとして配信する企み、フェイト、セイバールート、アンリミテッドブレードワークス、リンルート、ヘブン、エスフィール、サクラルートを3分割して配信するが、特に、セイバールートに関しては、当初期間限定で、無償付を行うと告知された。これは u ブル代表の近藤光が竹内隆のセーバールートがすべてのフェイトの中心にあるという言葉を聞き、それならテレビアニメアンリミタドブレイドワークス放送のタイミングでみんなが無償でセーバールートを楽しめる環境を作りたいと竹内に相談したことにより決まった。このアプリ版は原点の PC 版よりも高解像度1280 960グラフィックになっているほか、機種の横、縦持ちどちらにも対応する。オープニングアニメーションは、すびた版に使用された U4W 制作のアニメーションが同じく使用されている。セーバールートの配信予定は、プロジェクトフェイト、ステイナイトの公表当初から告知されていたが延期され、2015年4月19日から iOS 版が配信開始。 2015年5月30日からアンドロイド版が配信開始、公式に作可能を保証している機種は限られている。詳細は配信サイトを参照。この影響で当初は2015年6月末までと告知されていた無料配信機期間は同年10月末に延長。さらに10月初頭には無料配布の期限そのものを撤廃。配信が続く限りは、 永久無料化されることになった。なお、リンルート、桜ルートは、iOS 版が2015年6月18日から配信開始されている。批評家の東博まは、例えば、そもそも聖杯戦争に参加しないという選択肢がない。厳密には選択肢はあるものの、選ぶと必ず殺されてしまうなど本作は自由度が低く、美少女ゲームという形式を採用してはいるが、 事実上漫画やアニメのシミュレーションに近い存在であり、かといって自由度が低いということに特別な意味が込められているわけでもないと述べた。そして、1995年のアニメ、新世紀エヴァンゲリオン以降、美少女ゲームを含むオタク文化圏には、それまでにはなかった思春期の自意識を直接的に扱うというパラダイムが定着したが、本作では主人公である。 永久四郎の内面の葛藤も描かれず、機動戦士ガンダム以前の物語へ回帰していると指摘している。評論家の前島健も本作が新生系バンゲリオン以前の物語消費に回帰したという前述の東の主観を指示すると述べている。評論家の宇野恒広は永久四郎が戦いを躊躇しないのは新生系バンゲリオン以前への回帰ではないとして、 東の見解を批判している。右脳によると、21世紀に入ると、アメリカ同時多発テロ事件や聖域なき構造改革の影響で、新世紀エヴァンゲリオンでの怒り真事のような自意識の問題を織り込み済みで、何もしなければ生き残れないから、自力でどうにかするというサバイブ感を全面に押し出した作風へと、物語系想像力のパラダイムシフトが起こっており、本作も、 後者の想像力の中の一つと考えられるという。コンテンツプロデューサーの松本厚氏は、2014年アニメ化された、フェイト、ステイナイト、アンリミテッドブレードワークスの放映にあたり、人を救いたい、正義を貫こうと苦闘する、主人公がある道は、勝ち抜くことができたとしても、苦さや暗さを含んだ結末となるにもかかわらず、発表から長期にわたって受け入れられているのは、逃れられない、 フェイト、イコール運命に翻弄され抵抗するという原的な、様相が共感を得ているせいではないかと考察している。アニメーション化は、2006年に、フェイトルートを映像化した、テレビアニメ、フェイト、ステイナイトから始まり、アンリミテッドブレードワークスルートが2010年に、劇場アニメ、フェイト、ステイナイトアンリミテッドブレードワークス、2014年から2015年に、かけて、テレビアニメ、 フェイト、ステイナイト、アンリミテッドブレードワークスとして映像化された。2017年に上映が開始された、ヘブン、エスフィールルートのアニメーション化作品、劇場版フェイト、ステイナイト、ヘブン、エスフィール全3部作をもって、3つあるルートがすべてアニメ化されたことになる。角川書店、月刊少年エース2006年2月号から2012年12月号まで連載された。 作画は西脇だと。単行本レーベルは、角川コミックスエース。全20巻。シナリオは、セーバールートをベースにしながらも、新人が生存するなどの演作林ルートの要素を織り混ぜた独自構成となっている。また、番外編を、エースアサルトとタイプ、ムーンエースに掲載していた。ヤングエース、角川、編集角川書店年月号に、 プレ連載を掲載した後、2015年6月号より連載開始。作画はタスクオーナー。桜ルートのコミカライズとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。